はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、先日、連日テレビの話なんですけども、今日もテレビの話なんですけども、この前やってた名医のザ・太鼓版っていうテレビやるんですけども、それは山瀬まみさんとね、アンジャッシュの渡部さんが司会をされてるテレビ番組で、〇〇を温めると風邪インフルエンザ予防になるって言ってたんですよ。ご覧になられた方はね、いらっしゃいますでしょうかね。いてると思うんですけども、体のある部分を温めると、その風邪インフルエンザ予防になるらしいんですよ。街角インタビューとかでもね、結構、回答する方がおったんですけどね、そのお腹を温めたらいいとか、首とかね、背中とかね、街行く女性たちがね、回答されたんですけども、なかなか正解が出てこなくてですね、僕もほんまにわかりませんでした。で、その場所はどこかと言いますと、実はね、鼻なんです。鼻なんですって。鼻を温めるといいとおっしゃってましたね。これは池袋か東京かな、池袋大谷クリニックっていうところの大谷義雄先生によりますとですね、鼻を温めることによって風邪の原因になるライノウイルスの増殖を防ぐことができるらしいんですよ。ライノウイルスってね、僕初めて聞きましたけどね、それが風邪の原因なんですって。その詳しく言いますとですね、鼻を冷やすとその風邪を引きやすくなるということなんですよ。ちょっとざっくりやんと思いますけど、これから詳しく話しますね。風邪の原因のその 30% を占めるね、ライノウイルスはですね、33度以下、鼻の体温が33度以下だと増殖して、鼻以外でもか、で37度以上だと、増殖しないというデータがね、あるようです。なのでそのマフラーあるでしょとか、マスクとかで鼻を覆うことで、その鼻が冷えるのを防ぐことができるんです。でも確かにそうやなと思います。マスクしたら鼻もあったかいしなってね、もうずっとね、マスク、ずっと一生マスク人間なんでと思ってるんですけども、そのテレビではですね、その名医のザ・太鼓版ではですね、マスクをしているのとしてないのとで、鼻の温度を測る実験を外で出てね、やってたんですけども、マスクをしてない状態で鼻の温度を測るとですね、30度もいってないぐらいの体温やったことに対してですね、マスクをしている状態から、パッとこう、鼻外して、マスクをすぐに外して、測ってみたところですね、37.1 度やったんですよ、その人のね。女性やったんですけども、それも人それぞれあると思うんですけども、でも大体その37度以上とか、37.1 とか2とかっていう風な測定結果が出てましたね。そのマスクは、菌やウイルスを通さへんっていうイメージの映像とかあるじゃないですか。そんなのよく目にしてたんですけども、それだけじゃなくて、その鼻を温めてくれるっていうことによって、その風邪の原因であるライノウイルスの増殖を抑えてくれるという効果を発揮してくれるものだったんですね。このマスクね。だからマスクはしといた方がいいんですよ。すごいですよね、本当にね。マスク、様々ですわ、本当に。ねえ、そんなことをね、話してますけどね、外でマスクをしてない人は、風邪ひきたい人なんでしょうかね。それとも、その、異常に鼻の温度が高い人なんでしょうね。俺は風邪ひかへんぞ。私は全然風邪ひけへんよ。だからマスクはしませんっていう人はね、きっとそんな感じなんでしょう。鼻の温度も大事なんでしょうけども、元々の体の温度、体温やな。体温ね。体温はね、人間の平均体温はおおよそ35度から37度ですけども、そのね、幅の中でもこの37度に近い人と35度に近い人ってこのね、低い人がね、いますよね。よく言うじゃないですか、体温が高いと免疫力がアップするから健康にいいとされてる一方で、体温が低い方が体に害を及ぼすがん細胞などがですよ、活性化させないので長生きする
とも言われてますね。もうほんまどっちがええねんって感じなんですけども、まあその35度から37度の幅やったらええってことなんでしょうね。まあまたその体温の方に話がそれてしまいましたけども、まあ、マスクをすることによってその鼻の温度がですよ高い状態に保たれて、まあ、その結果、風邪やインフルエンザの原因であるそのライノウイルスの増殖を抑えてくれるということなんですね。だからマスクの着用をお勧めします。まだまだね風邪インフルエンザは猛威を振るってますので、しっかりと皆さんで予防していきましょう。今日は以上になります、ね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がねいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。